度はコンサルティングサービスをお受けいただき誠にありがとうございます。まずはじめに今後についての概要ですねっていうものをお話しさせていただきたいと思います。まずですね、基本的には転売でまず月5万円、10万円、20万円稼いでいただいて、そこの実績を使ってどんどん収益を伸ばしていくというのが趣旨になります。なので、ちょっと厳しいことを言いますけれども、最初の転売の時点であまりつまずいてほしくないなという部分があります。概要をちょっと書きながら説明していきますね。まず転売で5万円から10万円稼ぐ。はい、これが一番最初のフェーズです。これはもうだいたいそうですね、1ヶ月から3ヶ月ぐらいですかね。これはもうだいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいで達成できるはずです。まあちょっと、ね、一人一人取れる時間とかも違うと思いますけども、まあだいたいそうですね、3ヶ月ぐらいでこれぐらいはぜひ行っていただきたいなと思います。で、これが終わったら次ですね、これを教えていく、この実績を教えていく、前の実績を提供ですね。ノウハウを販売していく。これが、次のフェーズです、5万円から10万円稼ぐと。で、この5万円から10万円稼いだ実績を使ってノウハウを販売していきます。はい、でこれはコンサルティングであってもいいですし、僕が今ですね作っているこの教材ですね、転売で5万円から10万円稼ぐ方法を2万円で売るシステムを今作っている最中ですので、それをですねアフィリエイト、コンサル生にはアフィリエイトする権利を高額でですねアフィリエイト報酬をお支払いする設定をさせていただいて、それをですねアフィリエイトできる権利も差し上げようと思っています。まあ、ただですね、アフィリエイト、まあ、多少ちょっと難しい部分もありますので、まあ、僕はコンサルが一番、まあ、手っ取り早いかなとは思います。コンサル、アフィリエイト。このアフィリエイトに関しては今、作成中です、制作中ですので、まあ、少し時間がかかりますけども、こちらのコンサルの方はですね、すぐ何でもできます。まあ、例えば、月5万円稼げたとしましょう。そしたら普通に友達に教えれませんかっていう話です。1万円でどうですかっていう話ですね。そして、ネットビジネスで稼いで、
その稼いだという実績を人にお金を支払っていただいて教えるということがですね、非常に大事になってきますので、まずはそれをやっていただきます。それでここでどんどん実績を作ってですね、教えてその生徒を稼げるようになったりとか、あとは教えるコツがつかめてきたりとかっていう風になってくると、どんどんこのコンサルティングの質を高めて、どんどんコンサルティングの価値を高めていって、自分のコンサル料を高くしていくということが非常に大切になってきます。で、僕が提供しているですね、コンテンツ、もそのままコンサルをするということで、僕と同じように提供しても構いませんので、例えば転売の、10万円稼げたら転売10万円稼げる方法を僕は、10万円で教えますと。でプラスアルファはネットビジネス、まあ、アフィリエイトだったりっていう、まあ、ご存知かと思いますけども、そういったコンテンツを全て提供しますと。全部で800万円分ぐらいありますと。だから、僕の転売で10万円稼ぐ確実なノウハウをコンサルティングしてあげるし、プラスアルファ800万円分の価値のあるコンテンツをあなたにプレゼントするので、セットで10万円ですよとか、あ、セットで20万円ですよとっていうふうに、やっていきます。もちろんこっちもですね、継続していっても構いませんし、やめちゃっても構いません。はい。で、3番、今言いましたね、コンサルの価値。コンサルの価値を高めていく。はい。で、これですね。で、その次、4番。独立。独立していただきます。僕もですね、すごい思うんですけども、やっぱり、サラリーマンを辞めると、まあ、サラリーマンじゃなくてもいいんですけども、その固定的な収入をもらうっていうのを辞めることによって、一気にですね、ビジネスのマインドがつくんですよ。これは僕もそうだったんですけども、まあ、ちょっと見切り発車ぐらいでですね、独立しちゃった方が、まあ、ぶっちゃけいいと思います。で、独立なんですけども、まあ、アルバイト、まあ、社員、まあ、いますけども、まあ、この先はですね、ちょっとまあ成功したい度合いっていうのももちろんあるんですけども、僕は絶対に独立した方がいいと思います。例えば、このコンサルの価値を高めていくという時点で、例えばですね、コンサル料を10万円もらったとして、2件、10万円2件、コンサルティングが取れるようになれば、20万円なんで、まあ、普通に生活はできると思います。家賃払って生活して。なんで、まあ、これでですね、まあ、実際2件取れなくなったとしてもですね、ぶっちゃけバイトをまたすればいいだけの話なんで、それぐらいやっぱり勢いが大事ですね。これからビジネスをしていくって、まあ、ビジネスを成功させていくというふうに考えるのであれば、まずは独立してもらいたいですね、ぜひ。で、10万を月2件取れば20万円なんで、死ぬことはないだろうということです。で、まあ、ここでですね、逆に、やっぱり2件取れなかったって言って、すぐバイトにまた戻って、またバイトやったとしても、1回ここに行くっていうだけで、
その後の人生がもう大きく変わります。また売店もあったとしても多分また独立しようとするでしょう。まあしなかったとしても人生は本当に変わります。価値観が全部変わります。なのでここはぜひ、目指していってください。で次5番目、集客の自動化、集客の自動化、フォローの自動化ですね。まあこれはですね、インターネットを使って SNS ですね。まあこの辺からですね、SNS 使っていくんですけども、まあ基本僕は教えるのは対面であって、まあセールスしていくという方法を教えます。で、そうすればですね、この辺は実際のできます。僕も実際できたんで。でこの辺をしていく上でやっぱり、集客がですね、まあ、一人でやるのであれば、SNS をツール使ったり、しなければいけないですし、まあ人を使って自動化することもできます。まあ人を雇って自分がやっていたことをそのままやらせると。でセールスは自分でやったりフォローは自分でやったりっていうフェーズになります。で、私もですね今やってますけども、まあ、集客の自動化、まあ、メールマガジンとかやったりですとか、あとは SNS の、まあ、ストック型の方ですね、ブログだったり、YouTube だったりっていう部分を取っていって、向こうからお問い合わせが来るようなシステムを作っていく。まあここで僕が教えるのはこっちから行ってこっちから仕掛けるとプッシュマーケティングですね。プッシュマーケティングです。で プッシュマーケティングできるようになったら次はプル型ですね。売る方も、まあ、この受ける側ですね、勝手に向こうから問い合わせが入ってくるっていう方向を、まあ、強めていくと。であとは今こういうふうに動画を撮ってるようにコンサルを教えると、この教えるというのを1対1ではなくて動画で撮って、こう流していくと、まあ、そうするとですね、レバレッジがかかっていって、まあ労力がどん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 下がっていくので、どん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 価値を高められたり、他には、他の事業をできたりというふうになっていきます。なのでそうですね、ここですね、まあ、あとはここで、まあ、こういう流れですね。でここで事業の拡大をしていくと。でまあ自分の今ここまで自分の商品を作るということですが、ここで結構余裕が出てきたら、まあ、次はアフィリエイト、他の人の商品をアフィリエイトしてみたりだったりとか、あとはツールをこう作る側になってみたりだったりとか、あとはそのプロダクトローンチといわれるですね、ネットビジネスで、まあ、一番収益性の高いモデルと言われるような、まあ、セールスと今日が集客、教育、セールスが、全て、自動でですねネット上でできるというシステムがあるんですけれども、まあ、そのシステムを構築していって、もっともっとレバレッジのかかった事業を展開していくというふうな、こういう、6段階の流れで進んでいっていただきたいなと思います。実際に僕が全部踏んできている流れですので、
まあ、僕が直接もちろん教えることによって、必ずできるはずです。なのでですね、今はこの時点かもしれませんけども、ここでつまずくのではなくて、すでにここですね、ここをここに行くんだという思いでここをやってほしいというのは今回の動画の趣旨です。僕も、ここに行きたくて、ここをずっと目指しつつこれを頑張りました。なので、まあ、僕に関してはここからここに1から4に行くのを3ヶ月ぐらいでやりました。はい、なのでですね、分からないことがあればどんどん聞いていただければと思います。なので、まあ、ちょっとまたちょっと重複になってしまいますけども、ここをやっているけどもここを見つつ、ここに行ったらここを見つつ、ここに行ったらここに行く、常に高みを目指して、常に志高く日々努力していただければなと思います。それでは今回の動画は終わり、これで終わります。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。